スタートしました。まずポント3番サノノビスケッツが出ました。追って5番のサンライズフォルスも今日は前、6番ジューンナックル直後で1番西野シャイニング、さらに2番青ラキも先行グループに上がろうとしています。1段です。4番ダイヤのジャック続いてフレンドキングシャイナライ、8頭1段で1コーナー回りました。主導権は3番のサノノビスケッツです。リード1馬身でゆったり2コーナーを回ります。2番手5番サンライズフォルス抑えます。3番手内1番西野シャイニング、外6番ジューンナックル並んで2コーナー、5番手追走が2番の青ラキです。先頭までは 3,4 馬身、まもなく向こう上面です。その後4番ダイヤのジャック、7番シャイナライ、2馬身差8番フレンドキングが最後方です。先頭からおしまいまでは 6,7 馬身というところ。前半800は52秒で行きました。まもなく向こう上面中ほどです。先頭3番サノノビスケッツ、スローペースに持ち込んでの逃げ、リード1馬身です。5番サンライズフォルス2番手から少し先頭との差を詰めました。800を切りました。 1000m1 分5秒1と計測。3コーナーです。3番手グループ1段で1番西野シャイニング、2番青ラキ、6番ジューンナックル、3コーナー。このグループから少し4番ダイヤのジャックが遅れて並んで7番シャイナライ、最後方離れて8番のフレンドキングです。3、4コーナー中間、依然先頭は3番サノノビスケッツ、これから4コーナー、並んできた5番のサンライズフォルス、前2頭です。残り400を切ります。3番手ここが1段で6番ジューンナックル、3番手外から4番ダイヤのジャックが押し上げて、各馬の間は2番の青ラキ、4コーナーカーブから直線、ここで先頭5番サンライズフォルスに代わってこれを追ってきた2番の青ラキ、200を切って青ラキが先頭に並びかける。内からは1番の西野シャイニングが2番手グループの一角、先頭抜けた5番のサンライズフォルス、リードは2馬身、2番手西野シャイニングと青ラキの争いです。サンライズフォルス先頭で合流、2着1番西野シャイニング、2番青ラキ3着。